今緊急で動画回してるんですけども、この間ね、一緒に撮影したバイスコモサのメロくんが教えてくれたんだけども、M27 のフルカスのバイスコがめちゃくちゃ無反動らしいんですよ。でね、実際に打ってみたんだけども、本当にね、反動ないんじゃないかっていうぐらい打ちやすいね、これ。あとね、枠ブレがあんまないんですよね。M16 とかだったら、すごいブルンブルンになるんだよね、こんな感じで。まあ、M4 は枠ブレっていうか、背景がブレるんだよね。なんだけど27は、枠もぶれないし、景色もぶれない。だからめちゃくちゃ当てやすい。これすごいよね。今まで知らなかったんだよな。で、まあね、スカーも似たようなところはあるんだけども、枠ぶれもしなければ、景色もぶれないという感じなんだけども、まあ、発射レートどっちのが優れてるかって考えるとやっぱ27だから、まあ、強いのは27なのかなとは思いますね。でもね、実際本当に強いのか、皆さんね、気になると思います。なんでね、通常マッチでフルカスのバイスコ M27 使ってみたいと思います。さあ、ということでやっていきましょう、通常マッチ。早めにね、M27 のフルカス集めたいね。まあ、集めるためにも、セントラル全員やるよ。3回やっているね。さあ、これチャンス。OK? 1枚やっていくと。さあ、MK60、熱い。いや、1回ではないな。3回かな、これ。3階っぽい。いや、屋上か、入る。ロロロ、ショットガン。怖、ショットガンガチで。何その待ち方、本当にやめてほしい。怖いから。もう本当に最近ショットガン恐怖症よ。あそこクラピカいる、見えたよ。対戦向こう側行くか。1階にいる、1階にいるということはチャンスだぞ。今のうちに行こう。バレてないんだよ多分ね。後ろから出てったな。足音消します。絶対どっかいる。こっちかな。あ、いるね、左。足音消していくよ。そしてからの、からの、いる。あはははは、オッケー。怖なんか指輪かわいそうなんだけど。クラピカのすることじゃないよ、それ。未だ M27 見つからず。ちょ、今回の主役 M27 だからさ、早めに。お、ストックゲット。ストックもね、フルカス集めるのに大事なね、パーツだから。あと、レベル3軽量グリップとか。あー、ショート。さあ、これ、接敵か、やるのか。はい、ロロロロ。オッケー、やっていく。ナイス。MK60 やば。激強なんですけど。お、M27 来た。ナイス。いいね。よしよしよし。とりあえず、4スコにしよっか。オッケー。もうほぼフルカスだし、いいんじゃね。あと、レベル3軽量グリップがあればな、最強なれるんだけど。あ、8スコ来た。ナイス。いいね。熱いぞ。ほんとにあとね、軽量グリップだけだね。あ、いるね、正面。とりあえず、この状態打ってみよう。あはははやばすぎ、これ。ちょ、えぐいって。えぐい、えぐい。ガチでえぐい。なにこれ。最強かよ。まだレベル3軽量グリップないのに、めちゃくちゃ反動ないんだけど。ガソスタから銃声入ってる。あ、いるいるいる。これはね、MK60 使っていきます。さあ、ショート消していくよ。多分バレてない。ちょっと外、外。やばいやばいやばい。あはっ、どうも、なんか弓矢飛んできてない。やばいやばいやばい。えぐいえぐいえぐい。は、どっから撃ってきてんの弓矢。あっちかな、ガソ山の方向かな。どこだ、どっから撃ってきてんだ、全く分かんない。あ、こっち、あそこだ。あそこっぽいぞ。いい感じの打ち合いできそう。やばすぎー。えぐ強、えぐ強、えぐ強なんだけど。おいおい、これダメだろ。これダメでしょ。これダメだよ。これダメだよ。いいのこれ、こんな武器存在して。焦らんじゃん。熱っ。お、レベル3グリップきた。やばいやばいやばい。これ来てるわ、流れ来ちゃってるわ完全に。グレステよ、弾たくさん持とう。遠距離はね、打つとき結構弾使うから、弾多めの方がいいかもしれない。オッケー、だいぶ最強じゃねこれ。これ最強カスタムでしょ、通常マッチ。 M27 と MK60、 これ結構やばいな、かなりやばいな。ちなみにね、 M27 反動が左上だから、右手前に歩くとめちゃくちゃね、反動制御しやすいね。右前45とか、右後ろ45度。あ、いる。いや、これ偏差だね。偏差、偏差値。うわ、むずい。これ一旦車破壊したい。一旦腰打ち使って、惜しい。う
うわむずいな車抜き。でもいい感じいい感じいい感じの当て感ではある。ああれ怪しい、あれ絶対いる絶対いるいるわいるわ。こういう風中入ってったピンク漁師の敵が多分ね、こっち側に車止めて、うん、そうだよねそうだよね、今ね多分ねこの豆腐にいる、入る、危なマジでMK60 でよかった。近距離戦はもちろんね、MK60 よ。近距離戦で M27 の8スコを覗いちゃったらもう死だからね。そんなもんすぐ死んじゃうから。まあ、これは使い分けよ、使い分け。まあ、動画的にはね、みんな多分27使ってほしいと思うんだけど。あれ、なんか2階から顔出してるもしかして。気のせいか。気のせい。あ、やっぱいるわ。1階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 。これは車をパクります。あ、いいよいいよいいよ。さあ、中遠距離打ち合っていこう。でもあれ、砂持ってる。さあ来てるね、マジか、来ちゃうかそれ。もうちょっと距離置こう、距離置いて中遠距離打ち合っていきたい。あ、いいねいいねいいね、いい感じいい感じ、やばこれガチでやべえそんな当たる、そんなに当たるもんなのバインスコア M27 って。なんか当て感なんかバグってないなんか拡大入ってない、気のせい、さすがに気のせいだよな、そんなはずないもんな。これって本当に荒野行動かな、こんなに中遠距離 AR で当てちゃっていいの、こういうもんだっけ荒野行動って。あ、走ってる走ってる、ジーパー走ってるよ。さあこれ1対1していきたい、どうなるこれ、襲いちゃうか、やばナイス、やれると思わなかったんだけど。まあ今ぐらいの距離はね、正直腰打ちでいいけどね。今動画撮ってるから頑張って覗いてるけど、今のは普通に腰打ちが良かったな。いやあれボットやってるぞ、オッケー、ガチエグい。さあ砂の音、絶対どっかにいる、どこだ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 、わかんない、どれ、ああの木裏あの木裏あの木裏にいる、オッケー、完璧すぎ、マジで当てやすい。え、これ全員ボットもしかして、オッケー、ボットだとしても結構当て感いいよ。あ、いる、伏せてる伏せてるこれプレイヤーだね、伏せてる敵とかもマシ見やすいからな、草ゲーとかね全部見えちゃうよ、ハチスコ覗いちゃったら。あの車めっちゃ撃たれてる、山上から、あ、いる、あ、チャンス、ガガチやばガチやば、ガチエグ、いいの本当に、荒野コード壊れちゃってる、ちょっとね罪悪感あるわ、キルするたびにこんなに強いと、なんか犯罪してる気分だわ。何これ、めちゃくちゃ強いけどなんかあんまり嬉しくないんだけど。あ、いる、オッケー、ナイス、草ゲーしてたね。まあハチスコに草ゲーは通じないからな。さあ木裏弱ってるぞ、今チラッと見えた、あと一人、よし就職まで時間あるし、展開しよう右側に、あ、バレたバレた、これはねバレてます、やばいやばすぎ